予定価格の10倍超で落札。北海道雨流郡の北流町は、同自治体の所有する日産ディーゼル。消防車をオークションに出品。オークションは入札形式で行われた。2022年10月11日に締め切られた入札の結果、同社の最終落札価格は341万2880円となった。 入札件数は13件。北竜町では、清井町戦略研究所株式会社が、提供するインターネット交有財産売却システムを利用して、不要になった車両や物品を売却している。今回のオークションでは、全国の自治体から消防車や救急車、バスなどが数多く出品された。 今回北竜町から出品された車両は、初年度登録1998年11月、最大積載量は 10T の3人乗り水槽車。水槽車は近くに消火栓などのない山間部や、高速道路上での火災や、震災時などで消火用水の搬送などに使用される、21.2L ディーゼルエンジンを搭載。 走行距離9 3 1 0トル n o x p m 対策地域内に使用の本拠置くことができないとの条件がついており予定価格は27万円とされていた20年以上住民のために活躍してきた車両が最終的に341万2880円と高値をつけたことで 自治体にとっては貴重な収益源となることだろう。なお、代金の納付期限は2022年10月25日となっている。